ガチ検証。プロ野球が金属バットありだとどうなる。日ハム、ヤクルトで11年のキャリアがある今波隆弘さんが自身の YouTube チャンネルでこの飛行実験に挑んだ。今波、まずとんでもない打球を到底になる、絶対になる、打ち損じがほとんど打ち損じじゃなくなる、今波ほとんどヒットになる、というかほとんどホームランになる、ホームラン王は80本くらい打つ、今波年間140試合で120本ヒット打てば利益率が残る、これがほとんどホームランになる、今波昔社会人野球で金属使ってた時のスコアすごかった、23対17とか12対11とか普通だった。リアル野球版での牧のホームランエグかったもんな。牧が差し込まれ気味でも逆方向に余裕でスタンドインしてたしな。いつだった貝口が金属バットで打った時、めちゃくちゃ力抜けたスイングで看板に直撃したのが未だに衝撃的。史上初の甲子園での上位弾も生まれそう。台湾野球ではボールの反発力を上げただけで4割打者が続発した。今波はさらに検証を深めていく。今波打球速度がめちゃくちゃ上がる、怪我人がめちゃくちゃ増える、ピッチャーライナーで投手が離脱しまくる。今波今150キロ投げる、変化球多彩、コーナービタビタに制球できる、そんな投手でも防御率6点台になる、最優秀防御率は5点台。今波金属バット相手だとアウトを取る方法が三振だけになる、バットに当たったらフィニッシュ、いかれる。投手陣誤解しやすいから体力的に耐えられなくなるのも多くなるんで、投手陣も人数倍にしなきゃいけなさそう。フォークが激増するだろうけどフォアボールも増えるわな。投手だけじゃなくて内野手でも肋骨とか鎖骨とか骨折するやつでできそうやね。今の打者みたいにプロテクターつけまくりになるだろうな。全員キャッチャー防具みたいのつけてるプロ野球嫌すぎる。今波はさらにさらに検証を深めていく。今波木のバットの芯は5センチくらいの幅、金属は倍、ずらされてもまなしん。今波首位打者の打率は4割8分くらい、なくなるのは足の助っ人外国人、バント、盗塁。今波僕は11年間でホームラン3本、でも金属使ってフルで出たら間違いなく20本打てる、それくらい違う。今はそれで金属で打っても軽くスタンド届くも。芯の範囲が違うってショートには分からん感覚よな。野球好きにとっては面白すぎるわ。ない今波レベルが20本ってホームラン王は低いってやつ出てくるやろな。楽しい思考実験でした。イチローが記録の継続性がなくなるから木のバットがなくなることはないって言ってたな。206週には俺が生きてる間は失するで。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。また次回の動画で会おう。